くじゅくと学ぼう読書会ライブ、イエーイ、イエーイ。はい、こんばんは、くじゅく、カブラです。山本です。ちかです。お願いします、はい、はい、お願いします。今日は絵文字があっていいですね。いいですね。もうレモンの絵文字あるもんね。あるある。はい、イエーイ、こんばんは、こんばんは、こんばんは、ということで。はい、こんばんは。はい、はい、すごい、数えた。レモンね、さっきね、うん、渡してもらいました。そう、本物のレモンが、うん、スタッフさんが気が利いてる。確かになんか冷たい感じするよね。冷たいからかな、本当に。ごめんなさい、言い過ぎた。本当に雑、ね、雑よ。はい、はい、ということで始まりました、クイズ族と学ぼう読書会ライブ。はい、はい、どんなことをするライブなのか、どんなことをするライブなのか、改めて説明してるんですけども、まあ、今回ちょっと変えます。いつもと違うっていうことですね。違う、はい。今回は文章がめっちゃ短いので、ドタさん大歓迎スペシャルということで、この後10分間読書タイムを作ります。よいしょ、はい、ということはまだ読んでなくても、はい、だから今いる人は全員読んだ状態で来ることができますということで。そうだね、はい、そうね、この本なくてもね、はい、青空文庫にもありますしね。青空文庫や、そうそうそう、はい、はい、ということで、課題図書を事前に決めて皆さんに告知しておりました、うん、今日は梶井元次郎レオン、はい、これはね、はい、あの角川の文庫で、一応文庫本なんですけど、短編集でレモンが入っていて、まあ、レモン以外もいっぱい入ってるんですよ、うんうんうん、だからこう文庫本だとね、なんか10ページくらいですね。そうですね、うん、かなり短いですね、はい、うん、ということで、今日は次の進行になります。まず読書タイム10分、うん、その後に、簡単なクイズを出して、ある程度内容を分かっていきましょう、はい、そして、今回はですね、あ、説明する前に読書タイムいっちゃいます？はい、じゃあもう読書タイムいっちゃいましょう。いっちゃいますか。はい、あの、読んでからいろいろ考えることができるので、うん、はい、じゃあ、うん、読書コーナー行きましょうか。多分ね、ここを来て、うん、見に来てくださってる方、多分もう読んだって人もたくさんいると思うんですけど、まあ、うんうんうん、短いので、読み返しというか、より深く読むのもね、あの、大事だと思うので、よかったら一緒に読んでいきましょう。はい、ね、こう、イヤホンがこう、音声が、うん、大変なことになっているというコメントがいっぱいあるんですけれども、うん、声がケロケロしてる。ちょっと機械っぽくなってると思う。うん、ちょっとね、じゃあこのまま読書会の読書タイムになだれ込んで、うん、そうね、その間にちょっとね、裏でどうにかしましょう。はい、はい、はい、それでは大丈夫ですか？うん、読書タイム始めちゃって大丈夫でしょうかね？うん、じゃあ、はい、それでは読書タイム10分間スタート。バン。え、すごい、本当になんかボカロみたいなケロコレになってるらしくて、うん、あとで聞こう。はい、まあ二重でも聞こえてはいるんですかね、うん、とりあえず10分の読書タイムです、うん、読みましょう、うん、はい、はい、青空文庫をね、印刷、うん、書き込み用に印刷してきたんだけどね、うん、5枚だったそう、マジで10分ぐらいで読めるやつだから、うん、そうそうそう、てか青空文庫ってさ、ちょっとさ、普通の本と違って読みづらいとこちょっとあるじゃん、うん、ある。でもこの量ならまあ読めるよね。わかる、あの青空文庫本当にいろんなのあるからさ、うん、やっぱりクイズとかに出る有名な作品で、うん、読んでおこうってやつに一回手出そうとするんだけど、そう、長い長いなって時あるんだよね。短編だけ読んで帰るからちょうどいいんです。ちょうどいい、うん、おー、うん、いやー、ちょっとクイズに出るものをいっぱい読んどかないとダメだなって思ってね、うん、こう、いや年代順に読むかって思ってね、うん、浮雲でなんか早々に心折れる。浮雲大変だよ、読むの。そうそうそう、くたば停止名ね、うん、いや、はい、そうね、2週目読んでる人もいますね、うん、音声直った。あ、音声直ってますかね、うん、はい、じゃあ普通に読書、うん、読書タイムで、はい、うん、我々あの、あんまり関係ない雑談をするっていう、はい、しましょう、はい、あの、うん、黙っちゃうとね、放送事故になっちゃうんです、うん、みんなで読んでもいいんだけどね。一応読書会ライブなので、うん、こういろいろ話してはいるので、あの10分後までですね、うん、あの読書に集中したい人はあのミュートなどをやっていただいて、ちょっと音声ね、うん、あの小さくするとかね、うん、でもあれじゃない、せっかくその読み直してる方も多分たくさんいると思うんですけど、うん、今日話すトピックちょっとそこ読んでもらいたくないですか？あ、どう？なるほどね。
ちょっと先に説明だけここで入れちゃいましょうか、うん、そうね、いつもは好きなところとか、うんうん、違和感のあるところとか読んでるんですけど、まあ、短い分深掘りもできましょうということで、うんうん、今日は3つのポイントを手がかりにして読んでいきませんかというね、うん、なんかここが手がかりになるような気がしていますというところをね、うん、3つ挙げて好きなところとかの代わりにそのポイント別に見ていこうかなと思ってます、うんうん、はい、1個目が色彩表現、色ですね、うんうんうん、なんかこう赤とか黄色とかいっぱい入ってるんでそこら辺ちょっと見ていきましょう、うん、そして2つ目が対比表現、うん、対比ですね、明るい暗いみたいなね、うんうん、これとこれが対照的に置かれているねみたいなものを見ていきな、うん、見ていきたいなと思っています、うん、あと3つ目が奇妙だけど読めちゃう文体や論理、うん、はいはいはい、なんかある種小説だからそういうものではあるとは思うんですけれども、うんうんうん、こうスーッと最初に読んだ時にはなるほどなって思うけど、うん、呼び返してみるとえっていう、そうね、勢いでいくとなんかすんなり読めるんだけど、うん、なんかじっくり考えてみるとあれなんかここよくわかんないなみたいなポイントがね、うん、あるんですよね。ちょっとね、なんか事前の打ち合わせであったのでそこもちょっと、うん、まあここはねいつもの違和感みたいなところだになると思うんですけど、うんうんうん、そこやっていきましょう、うん、はい、ということでそこら辺気にしながら、うん、2週目の人はねぜひ読んでみてください。そうですね、せっかくなのでその点注意して、うん、見るともしかすると新しい発見たくさんあるかもしれないので、うん、読んでみてください、まあ、もちろんね今初めて読んでるって人のこう読みたいというのを邪魔するものではないんで全然無視していただいて大丈夫なんですけども、うん、はい、まあ、2回目の人は再読するヒントとかいろいろ考えてみましょうという回なのでね、うん、そうね、はい、特にね結構短いから何度も読んで深掘りするっていうのが結構できやすいね、うんうん、小説であるからね、うん、いいですよね。ですね、うん、実際山本さんとかこれ初めて読んだというか、そう、それっていつですか？これはね、うん、これはだから、2週間前今回のためそうです、よかった、いい機会だもうねこれのために読みました。結構学校でもやる人いるじゃん、うんうん、やる人いるっていうか、うん、学校がある、そういう学校がね、そうね、教科書載っているので読んだっていう人も多いんじゃないかな、うん、まあ、教科書の違いなのかな。そうね、うん、僕の現代文はねなんかあんまり教科書を使ってなかったというか、うんうん、結構先生がね好きにやってたところもあったりしたので、うんうんうん、それで使わなかったのもあるんですけど、うん、初めて見ましたね、うんうん、お、今学校の現代文でちょうどやってます。え、タイムリー、いいですねいいですね。いや、期末試験で出る、うん、あら、ちょうどいいちょうどいいかは分からんけど、ね、全然こう授業と違う感じだよね。志賀さんは？私でもね結構早いうちというか多分ね中学生とかそれぐらいで一回読んでるんですよ、うんうんうん、でもやっぱりこのねライブもあるから最近改めて読んだんですけど、うん、ちょっとまた感覚も違ってというか、うん、あ、細かいところこんなに丁寧というかこんないろんな表現たくさん詰まってたんだっていうのちょっとびっくりしてて、うんうん、短いからこそ素通りしちゃってたところもたくさんあるというか、うんうん、子どもの頃とね印象変わってることってあるんだよね。違う、本当に違う、うんうん、もうね結構ね高校の時授業でやったけど、まあこうその頃は二日酔いとか分かんなかったしそうだね、そうね、ここの時ここの授業で読んだ時は、はあ、そういうもんがあるんかって思って最初まで読んでたんだけど、うん、あ、あるある、あれねおっとおっと、もうもうお酒を飲み始める前からだるいような時期ってどうしてもあるじゃない、まあね、飲むんだけど、みたいな、はあ、あ、あるあるあるってあるあるある、共感がね、分かるわ、ちょっと共感レベルが上がってる。二日酔いのあのね気持ち悪さはね、ちょっとね、あんま飲んでないのにこう腹の底が痛くなるような時期ってやっぱあるんだカジーとの親和性がそこで高まってる、ね、同じ人間なんだっていうことだまあね、それはそうよ、そうなんだね、祝水と書いてね二日酔いね、いや、そうね、結構ねいいよねね、クイズオタクからしてもいいですよね、いいんだ、うん、結構有名な難読漢字みたいなとこあるけど、うん、あ、ここで見たかな、うん、私もそうだね、うん、この字はここだな、いや、いいですね、うん、全然関係ない話するからなんかそうそうそう、なんか立て込め憂鬱が立て込めてくるの、はいはい、この字がさ初めて見た、あ、え、どれどれ
これね、網頭そう、わかんないよ、ね、知らないよ、褒めるね、あるんですよね、うん、ちなみにこっちだとひらがなってます。あら、そうそうだよ、そうそうそかそかそか、ここは青空文庫、どっちでも読んだんだけど、うんうん、青空文庫で読んだ時に、おお、褒めるがこれになってるんだと思って。あ、じゃあどうだったのかな。あ、そう、高校の教科書開いてたかもしんないね、うん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 、あのね、二人で漢字の話をすると私はもうついていけないのよ。大丈夫です、ね、なるほど、そっか、あ、そうだね、くわい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 、わかんない、最高、くわいね、くわい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 ね。だって、まあ、読めないよね、普通ね、うん、急に出てくるの、しゅうとめってなんかね、人なのかなみたいな、そういう人なのかなって思ってそうなんだよな、そうなのよ、はい、うん、みたいな、こうあんま本編で掘らない話、うんうん、あとじゃあ苦いレモンの香りの話とかもしとく、もう全然関係ない、それはね、米津玄師レモン、あ、そっかそっか全然関係ない、ごめん、なんか学術的な話なのかと思った、全然違う、なんかリモネ以外にそういう成分あんのかと思った、全然違うボケです、なるほど、全然違う、なんかレモンアイカの話したらあんまボケっぽく感じないいや、そう、確かにそうだね高村豪太郎、うん、いやでもやっぱりそれぐらいなんかよくモチーフに使われる果物だよね、なんかそう、まあ確かにね、このね形とかこの色ってあんまりね、うん、ないかもね、うん、うん、酸味とか、うん、いやそうなのねなんかさ、うん、全然かけ話していい、うん、どうぞどうぞ、この前なんか物にケーキのソースに対して、うん、なんかめっちゃ酸っぱいみたいなことを言ってるのを聞いて、こう、うん、辛さってさ、上限めっちゃ高い気するじゃん、うん、酸っぱさの上限どこなんだろうって思ってて、あ、なんかそう、ビタミン C の粉末とかをこう、うん、売ってるから飲んだ、うん、あの飲んだというか下に乗せることあるんだけど、うん、まあ酸っぱいじゃん、うん、でも純粋じゃん、うんうん、酸っぱさの上限ってすげえ低い気がするんだよなんかさ、梅肉エキスみたいな、そう、なんかトリビアかなんかで見た記憶あるから、私そういう企画を、僕ね、東海を、東海を、東海か、そうかそうか見たことはある、梅肉のやつね、やってたね、うん、凝縮したみたいな、あれね、一回買いたいんだけどさ、うん、一口でいいからさ、オフィスに置いとこ、カムラ、カムラさん買ってきたらもう企画気をつけなきゃいけないよもう何飛んでくるか分かんないから、そうだね、うん、はい、あとイタリアの詩人にカジモトっているよね、カジモト次郎を見るたんびに思い出すね略したカジモト次郎、略したダメで、うんうん、っていう、こう本編でやるとどうしようもない会話をいっぱいしながらしていきましょう、そうね、あの、うん、これ気になるよねっていうのを、ね、こう言い始めるとね、こう絶対関係ある気するんだよな、うん、いやそうなのよ、いやそうなんだよね、そうそうそう、結構本編はね、かなりこう、うん、いろんなところに要素が散りばめられてるから、マジでギュッて感じなのよ、そう、凝縮されているがゆえになんか全部関係するというか、うん、まるでレモンエキスのようにねお、行ったり行ったりそこの前、ここは滑らせてくれ、逆に逆にちょっとさっと流してくれカリフォルニアの香りがね、そういいですね、うん、はい、10分経ったから、うん、ノートルダムの金ですね、はい、そうですね、はい、じゃああと10秒で、はい、本編行きましょうか、うん、きっとね、みんな読み終わってると思います、うん、ごめんね、うるさくして、そうだね、ちょっと気になっちゃうよね変な話してるから、ごめんね、はい、うん、はい、はい、終了、はい、はい、最近お酒減らしてるんですよ、ごめんね、心配かけちゃったそうですね、はい、うん、ほどほどにということです、はい、ということで、いつもはね、読んでる方、読んできてない方って聞くんですけど、もうみんな読んでるもんだと思ってます、そう、はい、はい、うん、まあ、あえて読まないで参加するみたいな人もいたから、うん、まあ、まあまあそういうのもね、ありかもしれないけど、確かにね、解釈知ってから読むっていうのはまたね、違うことあるかもしれないね、うんうん、まあね、前提としては皆さん知ってるよね、うん、みたいな感じで進めていくかなとは思いますね、今日は知ってる方多めに考えていきましょう、うん、さあ、それでは、じゃあいつものね、本編っぽいところをやっていきましょう、はい、はい、はい、それでは簡単振り返りクイズコーナー、やったー、あ、クイズをしなきゃ始まんない、クイズレモン、やったー、残量限定出るんだ、はい、今日は、もうみんな知ってるもんだなので、あんまり振り返る必要もないし、うん、時間もね、あんまないよね、うん、2問です、2問、はい、はい、ね、皆さん正解してくる、え、2問、レモン、あ、
それでは第1問こちらですドン。はい、肺結核に苦しみ31歳の若さで逝去した作家で、京都の街を舞台に主人公が爆弾に見立てたレモンを書店に置いて去っていく短編レモンを表したのは誰？シンキングタイムスタート。うん、おお、はい、難しいね。難しい難しいね難しいな。みんな分かってるかな、うん、大丈夫かな。あ、でもなんか同じ答えが多いですね。カジモトジロー、カジモトジロー、カジモトジローということで、さあ、うん、はい、何モトジローなんだカジ何ジローだよ、うん、はい、じゃあ行きましょう。正解こちらです、ドン、はい、正解はカジモトジローでした。はい、はい、1901年の生まれ、うん、で31歳で亡くなってしまったので1932年に亡くなってしまったという作品ですね、うん、若くしてね亡くなっちゃってるんだね、うんうん、でこのレモンが、1925年の作品だそうです、うんうん、まあ、僕よりちょい下ぐらいで書いたのかな。25そうか、書いた24とか24とか、うん、うわすごい、ね、やだそう思うんだねそれ思わない、この年ぐらいになってくると いいもの作ってるの年下になってくる年齢。そうそうそう、こんだけもう完成されたものを生み出してるんだなって思うとね、いやだ思いますが、うん、はい、うん、でテンション上げてこない、はい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 、はいはいはい、次それでは第2問です。こちらです、どうぞ、ん、レモンの主人公がレモンを置いて立ち去った場所にもなっている、洋書を中心に舶来物を販売した京都三条の老舗は何でしょう。はい、はい、ということで、はい、もうないらしいんですけども、うんうん、ここのね店舗ね、うん、あ、そう、ここの、 あの東京のお店がございまして、うん、登場する店舗はもうなくなっちゃった、うんうん、はい、うん、ということでね、はいはい、今の感じとは違うんですよね、やっぱり、うんうん、いろいろ売ってるよね。めっちゃ売ってる。そうなのよ。そんなの売ってたっけ、あの店っていう。そう、雑貨屋みたいそうそうそう、ね。本屋さんのイメージ強いんだけどね。うん、完全に本屋だと思って。うん、石鹸、タバコみたいなね。はい。ということで、はい、丸善、丸善、丸善ということで、正解こちらです。ドン。はい、丸善でした。ブックオフは違うんじゃないかな。あの、いっぱいあるよね。そうだね。はい。ということで、はい、うん、丸善が、明治5年に京都支店ができて、うん、1回移転した時の時代ですね、うん、1925年だと、うん、その後もう1回移転して、まあ、2005年に閉店してしまったということなんですけれども、うんうん、やっぱりこうファンがレモンを置いて立ち去ってしまうということで、うんうん、結構大変だったみたいな、うんうん、聖地だからね、そうだよ、ね、この本もね、あ、まあ、聖地みたいな感じだったんだろうね、うん、だから売り物積んでレモン置いて逃げられるんですよ大迷惑だね、はいはい、まあね、まあ小説ですから、まあまあそうですね、はい、まあ、でもね、読んでるとそれをやりたくなる気持ちもちょっとわかる、わかるね、そう、そこはね共感できる気持ちになるっていう、そう、はい、足でしょうか、うん、ということでね、あの、うん、ざっくり内容が分かったところで、うん、いよいよ読書会の本編のコーナーに行きましょう、はい、はいはい、読書会の目的はここではみんなの感想を共有することで楽しい読書体験を作っていくこととします、うん、はい、まあ、ここでの目的はこうしましょうというやつですね、うんうん、はい、それと合わせてテキストに即した形で自分の感じたことをしっかりと言語化する訓練にもなったらいいですね、ということで、なんていうか、こうエモかったですねって言うと終わっちゃうじゃので、うん、こうしっかりと自分の言葉で他人に伝える訓練みたいなのもしていきましょうということですね、うん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 、あのちゃんと正しく読んで、自分の思ったことをちゃんと正しく言語化する、アウトプット、インプットとアウトプット、はい、そして感想を言うときに作品の内容を肯定したり素晴らしいものだと決めつける必要はありません、うんうん、だからこう分かんなかったら分かんなかったで、共感できなかったら共感できなかったでいいです、うんうん、はい、テキストに誠実であると同時に、そういう自分の気持ちにも誠実に、やっていきましょう。はい、はい、うん、ということで、うん、今回は短編ということで、うんうん、先ほど申し上げた通り、最初に読書タイムを設けましたし、深掘りもしたいということですね、うん、今回僕の提案ということで、いつものやり方とは変えて、3つのポイントについて思ったことを言ってみようかなと思っています、うんうん、はい、はい、改めてご紹介お願いします。はい、はい、まあ
3つのポイント、色彩表現、うん、色ですね、うん、そして対比表現、対になっているもの、そして、奇妙だけどなんか読めちゃう文体や論理についてちゃんと考えていこう、うん、ということで、まあ短編ということで結構圧縮されているので、まあ、ここら辺をね、手がかりに読んでいったらいいんじゃないかなと思ってるんですけど、どうですか、うん、いやそうですね、まあ、結構やっぱね、こう軸を1個持つと、まあ、それによってこう見え方とかも変わってくると思うんで、だって色彩表現に注目して読むみたいなねこともしてみると面白かったりするんで、これね、分け方は結構いいですよね、はい、じゃあ最初のポイントいきましょう、はい、行きましょう。まずは1、色彩表現、はい、色です、結構色に関わる表現が多くてね、ポイントになってるものも多いんじゃないかなと僕は直感で思ってるんですけれども、ちょっとここについて話していきましょう、はい、山本どうでしょう。そうですね、まあまあ、本当に全体的にこういろんな色が、いろんな場面で色が結構象徴的に出てきますよね、まあ、でもやっぱり結構、まあ、一番、まあ、特にね印象的だったのは、まあ、ラストシーンかなと。なるほど、はい、思いますね、まあ、ところどころ色の要素ちりばめられてくるんですが、最後にやっぱこうねドンと印象的な色を使った表現があったかなと思います、で、具体的には、これだとね12ページの真ん中ら辺ですかね、見渡すとそのレモンの色彩はガチャガチャした色の階調をひっそりと防水体の体の中へ吸収してしまってカーンと冴え返っていたという表現ですかね、いやすごいなんかこうこのねこのレモンの色が、あの周りの色さえもなんかこう吸収してしまう、こいつがこう象徴的にこいつが他のなんかこう冴えて見える、こいつがこうかなり印象的に見えるから、他の色が見えなくなるぐらいみたいなように僕はね受け取ったんですけど、このね吸収してしまってっていう表現が結構こうすごいなっていうふうに思いましたね、確かにね、なんかその色を淡々と描写することはあるかもしれないけど、そのなんだろう、色が移り変わってく様子じゃないけどさ、そうそれ書くってよっぽどだよね。そうですね、まあこのシーンっていろんなこう本を並べて載せてっていうシーンで、結構それまではかなりこういろんな色に注目が集まってるシーンかなっていうふうに思うんですね、この本の色、載せていく色と、まあこの上に載せたレモンのね黄色い色っていうのが、まあ、ある中で、なんかこのシーンで結構僕はこのレモンの黄色一点にギュッてこう寄せられるような、こうイメージがあったんで、まあ、ここでかなりこの黄色をギュッと印象的に使うっていうのが、これはねかなり色彩的にもこう注目ポイントかなと思いましたね。そうね、確かに、志賀さんいきます。私もね、せっかくだったらそのレモンについての色を描いたところでやっぱり気になったところがあって、もうちょっと前のシーンでその八百屋さんで買い物をしたところのシーンなんですけど、そこでまああの珍しいレモンが出てたと、はいはいはい、それについての記述で、一体私はあのレモンが好きだ、レモンイエローの絵の具をチューブから絞り出して固めたようなあの単純な色もって言ってるんですよ、はいはい、9ページですね。そうそうそう、さっきねコメントでもそのレモンイエローってめっちゃ、あの書かれてたりしたんですけど、まあ、レモンイエローの絵の具ってレモンの色だからレモンイエローなわけじゃないですかそうですねそのレモンの色を語るのに、レモンイエロー使うかってめっちゃ思っちゃったんですよ。確かにね、だからレモンの色を表現するのに、レモンみたいな色してる。いや、そうそうそう、そういうことなんですよ。いや、だからちょっとやっぱりここは気になって、ちょっと立ち返ってみた、あの振り返ってみたというか、だから多分私のね解釈だけど、その絵の具っぽさみたいなのが大事なのかなって。レモンイエローって、確かにレモンの色だけど人工っぽい色じゃないですか。だからそこら辺のそのなんだろうね、無機質な感じちょっと、とか、なんかちょっとその当たり前のことを言ってるからこそ深い意味もしかしてあるんじゃないかなってちょっと思ったりしました。確かに、はい、川村さんはどうですか。僕、じゃあ絵の具の話を多分引き継ぐんだけれども、こう仙台とか京都行きたいみたいな段落あるじゃないですか、
でちょっと読むと、錯覚がようやく成功し始めると私はそれからそれへ想像の絵の具を塗りつけていくと、うん、いうことで、まあリアルの京都があの、うん、あの対比の話ちょっとすると、うん、あのリアルの京都辛くて、こう想像上のなんかどっかいいとこっていうのがこう、うん、いいところとして対比されてるんですけど、うん、まあ、想像に対して絵の具っていうことを使ってるってことはこう、うん、なんか色彩自体をなんかすごい肯定的に評価しているのかなと思ったんですよね。だからこう色がついてること自体がこう主人公にとって良いなと思っているなと思って、それですごいこと書くなと思ったのがね、こう、ね、私はまたあの花火というやつが好きになったっていうやつあるじゃないですか。ありますね、そのちょっと後ね、はい、そうそうそう、でなんか花火がこう赤、紫、黄色、青って、うん、カラフルでいいよねって言ってて、うん、それからネズミ花火の話するんですよね。でなんかこうネズミ花火ってさ、こう、地味な色じゃん。そりゃそうだね、確かに。うんうん、でもなんか花火という枠の中でめっちゃ評価してるんだよね。うんうんうん、だからこう地味な色だから、こう赤とか青とかのいわゆる色って言われた時に、色彩として思い浮かべるものに加えて、うん、わざわざこう地味な色をね評価しようとしている気がするのよ、これ。なるほどね。なるほど。うん。うんうんうん、でね、それがもう一回来てるなと思ったのが、うん、あの八百屋のシーンで、うんうん、実際あそこの人参葉の美しさなどは素晴らしかったっていう前にこう、うんうん、色いいよねって話をしてるじゃないですか。うんうん、でこの文脈、この段落の終わりが、うん、それから水につけてある豆だとかくわいだとか、うん、の確かに豆もくわいもさ、こう色彩って感じじゃないじゃない、まあね、そうだね、八百屋の花形って感じではないよ ね、 ちょっとね、うん、くわい、くわい調べてほしいんですけど、まあ煮物みてえな色っすねそうだね、確かに、うん、まあ、その前の人参の葉っぱとか結構ね、うん、あの青々とした感じとか、うんうん、イメージできるんだけど、うんうん、めちゃくちゃ地味な色をなんか色彩の中でこう、うん、評価しようとしているという感じに僕は思えたんですよね、うん、こう最初読んだ時豆とかくわいとかどうしたんだろうと思ったんだけど、うんうん、まあ、地味なものをも肯定的に評価していこうかなっていう表れなんかなって、うん、なんか2回来てて思いました、ね、なるほどね、確かに構造同じだもんね、うんうんうん、それで言うと僕もちょっと結構好きな描写とか共感した描写があって、うん、まあ、八百屋が好きな理由で挙げているところで、うんうん、しかしその家が暗くなかったらあんなにも私を誘惑するには至らなかったと思うって、うん、結構こうきらびやかな色が好きなのかなと思いきや、うん、結構暗いところがに惹かれるみたいなところがここにも描写にもあって、なるほどね、うん、そういうのが通じているところはあるのかもね、うんうん、どこ？俺はね、どこだろう、ちょっと待ってくださいね。八百屋を表したところですね。あー、ごめんかな。ね、8ページの最後の方かな。うん、あ、しかしその家が暗くなかったら、うん、あんなにも私を誘惑するには至らなかったと思うというところですね。うん、あ、これそうやって読んだ。うん、ね、僕は八百屋の隣の家の描写だと思って読んでて、おうおう、1個前がその隣の家隣家、うんうん、その隣の家が寺町通りにある家にもかかわらず暗かったのがはっきりしないだから、はいはいはい、隣の家が暗くって、うん、この八百屋が明るかったから良かったなって思ったんで僕、うん、なるほど、それはちょっと読み違えていたかもしれない、うん、うんうん、あーでもそうね、うん、まあでも暗いものに結構惹かれてるみたいな、うん、そっか、八百屋じゃなかったか、うん、でもここの部分もちょっとこれから多分この次とかに話すことになると思う、うんうん、そう、コメントでもね指摘、はい、というか気づいてる方いますけど、これも対比のちょっとね例っぽくありそうですね、そうね、うんうんうん、じゃあ多分ね色彩表現の中でも対比の話いっぱいしたいんで、うん、いやそう、ちょっと一旦対比いきましょうか、うん、はい、うん、じゃあね、じゃあまた色彩の話するかもしれないけれども、うん、一旦対比の表現パートに参りましょう、うん、はい、はい、レモンの対比表現についてということで、
対比というのはこれとこれが対応逆とか、うん、同じ位置関係にある複数のものみたいなね、うん、話をしていけたらいいなと思っていますが、うん、はい、じゃあ山本からいく、うん、はい、そうですね、まあ、対比表現で僕が結構やっぱ気になったのは、うん、なんか好きなもの、この主人公が好きなものとか、うん、こうなんかいいなって思ってるものと、うん、ちょっと避けたいな、嫌だなって思ってるものの描写のこう細かさの違いがあるなと思っていて、うん、なんか好きなもの、例えばその順番で言うとこの裏路地のね、あの、うんうん、ちょっとみすぼらしいけど美しいものみたいなものとか、あの花火の話とかビードルの話とかって結構こう詳細にどういう要素があって、うん、こういう構成要素があってみたいな、こう結構こと細かに好きなものについては語ってるんだけど、うん、対比としてあのちょっと嫌なもの、うん、あの冒頭に出てくるような得体の知れない不吉な塊みたいな、うんうん、そういうちょっとこうもやっとした嫌な部分っていうところを結構こう逃げてるなっていう部分があって、うん、詳細に書いていない、うんうん、この借金とかが嫌なんだけど、そこからこう、まあ、そこをすごくこう細かく描写するというよりは、うん、あんまりこう書かずに逃げてるなっていう表現の対比がちょっとあるなっていうふうに思いましたね、うんうん、そうね、あの、うん、こうの友達とか言い方ね、露骨に書いてないとこ他にもある、うん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 、じゃあオツの友達はどうですか？はい、志賀さんです。はい、オツの友達です。ね、私もね、山本さんの言ってることにちょっと近いんだけど、うんうん、私の中で一番その大きい対比というか、うん、これ気になったなっていうのが、その自分の中のものとその自分の外にあるもの、うんうん、この対比って大きいんじゃないかなって思ってて、うん、その今言ったみたいな、その自分の中にあるそのなんだろう、鬱屈した気持ちとかそういうものってすごくそのドロドロしてるんだけど、代わりにその外にあるなんか商品だとか景色だとかっていうのがすごい鮮やかで、そこが本当にまるで違うなっていうところをやっぱり感じてて、でさっきの川村さんのその読み解きあったじゃない、その色彩でその最後にちょっと暗い色のものが来るっていうので、私ね、それちょっと違う読み方をしてて、その二段落、うん、その明るいものが来て暗くなるじゃない、はいはいはい、そう、これってなんかちょっと我に返ってるんじゃないかなと思ってて、あ、なんていうんだろうな、その綺麗なもの好きだからめっちゃ盛り上がるんだけど、うん、スンってこうスンってなって我に返って、この小説さ、段落で次々話題変わるのよ、そうね、そう、スンってなって次のまたこう綺麗なもの、綺麗なもの、綺麗なもの、すんみたいな。その対比ちょっとあるんじゃないかなと思って。星下り、花合戦、彼氏好き、ネズミ花火みたいな。そうね。人参ば、豆、くわい。わかんないけど、ちょっとそういうところありそうだなと思って、ね、対比、うん。結構僕もなんか読んでて、自分を投影してるんじゃないかみたいなところもちょっと思ったりしてね。ちょっと暗いものとか、うん、豆とか、ね、くわいとかね。どう、岡村さん。ね、うん、僕は結構根本的なところにチャレンジしたくて、うん、こう得体の知れない不吉な塊と、うん、レモンが、がっつり対比構造になってると思っています。なるほど、お、表題に切り込んだね。ね、だからこう得体の知れない不吉な塊をレモンで倒す話かなと思っていて、うんうんうん、どこでそう思ったかというと、やっぱりこのレモンエローの絵の具なんだけれども、うんうんうん、このレモンに対して、レモンエローの絵の具をチューブから絞り出して固めたようなあの単純な色って言ってて、うんうん、まあ何にせよね、固めてるんですよ、うんうん、で八百屋のシーンで、見る人を石に化したというゴルゴンの鬼面、鬼の面的なものを差し付けられて、うんうんうん、あんな色彩やあんなボリュームに凝り固まったというふうに果物は並んでいるって書いてあって、うん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 、なんかね、こうなんかを固めてるものだと思っていて、うん、とした時になんか塊っていう言葉がこう固めてるじゃないですか、うんうんうん、っていうのは得体の知れない不吉なものを固めたものと、なんかいいものを固めたものの対比になってるんじゃないかなって思ったんですよね、なるほどね、
やちょっとめっちゃわかるかもしれないそれは。なんかそのやっぱりこの小説でなされてるその心情描写というか、うん、得体の知れない不吉な塊ってめちゃくちゃごちゃごちゃしてるんだよね、うんうん、そのなんかこういう気持ちではないって言ったかと思えばこうだったみたいなことがすっごいごちゃごちゃしてるんだけど、そのレモンの色の描写でもその単純なとか最後もカーンって色じゃない、うんうんうん、こいつだけはシンプルな何かなんだよね。そう、うん、そこもね対比ちょっとあると思う、うん、解像度の話にもつながりそう、うん、うんうんうん、あとは何かな、うん、まああと、うんうん、塊ぶつけ合い合戦いいな結構僕読んでて、うん、前半と後半の対比みたいなのあるかな、なるほど、思ってて、うん、前半ってなんかこうなんか長くない？前半の部分なんかレモンが登場するまでって確かに結構なんかこう、うん、まあ側近はちょっと言ったような感じで、うん、その 言わなくてもいいこといっぱい言ってないみたいな、うん、なんかことがあるのよ、うん、まあその詳しく説明していたりとか、うんうん、あといろんな話題に飛んだりとか、うん、ちょっとこうねあの構造的には、まあ、いろんなことをバンバンバンって言ってる印象があったんだけど、うん、レモンが登場して本当に最後のシーンとかってかなりスピード感の速く、うん、どんどんこう加速していく感じがしていて、うん、その辺のこう対比がちょっとあるかなって、うん、確かにってめっちゃ来てるよ。あ確かにね、うん、僕は結構ねその読みやすさみたいなところで、うんうん、対比がちょっとあるかなって思いましたね、うんうん、なるほど、まあ、うん、あるだけ言っとくかそうね、なんかこう、うん、あるだけ言っとくかっていうのはね、うん、なんだろうな、まずリアルと想像が対比されていて、うん、それがこう京都となんか離れたところ行きたいっていうのは対比されてるじゃない、うん、ってなった時にリアルってこう第一段落の最後の方で何かが私をいたたまらずさせるのだって書いてあるじゃない、うんうんうん、ことはこう多分何かってこう得体の知れない不吉な塊でしょう、うん、そうだね、うんうん、とした時に得体の知れない不吉な塊があの私に移動を強いてくるっていう、うん、なんかこう感じじゃない、うんうん、で逆にこう知らんとこに行ったら1ヶ月くらい何も したくないみたいなことが書いてあって、うん、そうね、だからね、得体の知れない不吉な塊はこう移動を強いるもので、うん、逆にこうだとしたらレモンっていうのは安住とか、うん、そういうところになるのかなと思った時に、うん、レモンがこうあるべきところにあるみたいな要素を持っているとしたら、うん、本の上にレモンを置くのめっちゃ納得できるんですよ。なんかすごい収まりの良さの象徴じゃないかな。なるほどね、なるほどね、こいつあれば全部統一されてる感みたいなじゃないけど、その、うん、なんかこう理想とするもののところにはとどまりたいみたいな、うん、いう感じだね。確かにその性あのいいものは止まっている性と、うん、ちょっとこう不安とかそういうなんか避けたいものはちょっとどうみたいなところはあるのかもね、うん、確かに、うん、うん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 、そうそうそう、自ら暗示を爆破するのって書いてあって、うん、物語の終盤の第一の思いつきでレモンを置いて、うん、第二の思いつきで帰っちゃうじゃないですか、うん、なった時にこの1と2も多分別のことをやってるなと思っているのよね、うんうん、帰ることによって爆弾だと思い込むわけじゃないですか、うんうんうん、とした時にやっぱりこうレモンの持つ意味が違ってくるのかなと思っていて、うんうん、対比というか多分類似なんだけれども、うん、花火の話がまずあるところに、うん、花火そのものは第2弾としてって書いてあって、なんかまだ燃やしてないこう花火のパッケージの話をずっとしてるじゃないですか、うんうんうん、だから このまだ爆発していない爆発物というのがこうレモンの伏線なんじゃないかなとぼんやり思っているんだけど、確かにね、もうちょっと分かりきってないっていうです、うんうんうん、いやそう、この小説難しいのが今言った感じで、そのたくさん対比に取れそうなところはあるんだけど、そもそもそのね物語としてかなりいびつなルートを通ってるというか、その一貫した論理があるわけではないタイプじゃないですか。そこがねまたより悩ませてくるというか、難しい、うん、
ね、あとはこう、うん、食べ物がいっぱい出てきているんだけど実際食べてるのは軟禁玉ってなんか途中口に含んでるところ。そうだね、うん、確かにレモンも口にはしてないかな。対比として通れそうな気がするんだけど取ったところでおっていうのが、うん、そうね、まあ確かにその五感っていう表現、五感表現、そのね、うん、あの触った触覚とか、うん、まあ香りとか、うん、レモンに対しての描写は結構あるんだけど、うん、味覚に対しては確かにないんだよね、登場しない、うん、そうね、うんうんうん、あ、はい、あの南京生食べないでくださいダメですB ドロかな、うん、口に含んでるの、そう、まあ、うん、B 確かに南京生とは違うか、ね、そう、それか南京生が多分ねガラスビーズのこと、あ、そうかそうか、うん、だからそうか、同じか、うん、そうね、あ、やっぱり八百屋とその周囲だから、うんうん、暗い中に明るいものが浮いてるっていう気持ちかな、うんうんでね、うん、どうぞ、うん、暗い中に明るいものが浮いているっていうのがこう八百屋の表現として書かれてたんだけども、うん、最後の方なんですけど、うん、やっぱりあのどこだっけ、最後のなんか本積んでるあたり、はいはい、こうこう、うん、とね、うん、はいはいはい、なんか金マルゼンの、はい、あったった、うん、okay. カーンと再会っていたの次で、うんうん、私は埃っぽいマルゼンの中の空気がそのレモンの周囲だけ変に緊張しているような気がしたっていうのが、うんうんうん、マルゼンとレモンタワーがこの構造を受けているような気がしてるんですよ、うんうんうん、なるほどね、うん、ここでだって言われてるマルゼンって単なる店のことじゃないもんね、うん、そのこの主人公にとっては振動スポットみたいな、そう、ね、キラキラしてるけど振動スポットみたいな、うん、うんね、キラキラしてるとこって緊張しますからね、いや、そう、いや、この人キラキラしてるとか色彩好きなはずなのに、うん、絶対これしんどく感じてるよなっていうのも伝わりません、うん、まあ、そうね、まあ、そう、うん、うん、いやでもちょっと気持ちはね分かるんだよね、うん、なんか過去のなんか美しかったものが今はそう素直に受け入れられないこと、うん、そのことへもちょっとこう嫌悪感を抱いてしまったりとかする気持ち、ちょっとね分かるんだよな、うん、あとは、うん、これは、色彩も含むけれども、うん、最後の行、うんうん、そして私は活動写真の看板画が奇異な趣で街を彩っている峡谷を下っていった、うん、彩り彩ってるじゃないですか、うんうんうん、そうですね、カラフル街、うんうんうん、かなと思っていて、確かに峡谷に対してこう少なくともカラフルだという価値判断を持ってるからこう、うんうん、前半の新都京都とは対比になってるのかな、うん、変化かもしれないけどなと思って、うん、そうですね、うん、これどう取ればいいんだろうね、本当にその小説の象徴的な一文だとも思うんだけど、うん、だね、キラキラではない気がするんだよね、あ、どっちかっていうとギラギラの色に感じるんだよね、私その期待の動きでみたいな、うんうんうん、それをどう思ってるかみたいなのは気になる、うん、そうだよね、まあ、明らかにでも見え方は違う、うん、変わっている、そうね、うんうん、入る前と出る後で、うん、うんうん、はいはい、うん、行くならいますよって次の問題に行きましょう、うん、じゃあレモンの奇妙だけど読めちゃう文体と論理について、うん、はい、はい、ね、打ち合わせとかをね、まあ、うん、我々もしているというか、うん、軽い打ち合わせですけど、なんかここら辺の話できるよねみたいな話をしてるんですけども、まあ、そこで出てきたのがこのポイントで、まあ、最初読んだら読めちゃうけれども、うん、なんかよく考えたらよく分かんないところっていうのがこうみんなあったので、ちょっとそれについて話してみようかなと思っているっていう感じです、うん、はい、うん、じゃあいきますか、はい、どっちからいく、じゃあ、どうする？じゃあ山本さんお願いしていいですか、はい、じゃあ行きましょう、はい、まあそうですね、僕がまあ一個気になったところで言うと、うんうん、
最後これもねラストシーンなんですけど、うん、あの丸善王に入って、うん、歩き回った結果なんか行ける気がしたんだけどレモンのパワーによって、うん、今の俺なら行けると思ったんだが行けなかった時の、うん、あのねあの描写として、うん、憂鬱が立て込めてくる、うん、私は歩き回った疲労が出てきたんだと思ってたっていうシーンが、うん、まあ書いてあるんですけど、うん、もうこれはねまあその嘘だと思うんですよね。ほう、はい、あのまあ歩き回った疲労が出てきたことによって、うん、ちょっと憂鬱だなみたいな感じではないと思うんですよね、うんうん、これは憂鬱をこう歩き回った疲労のせいにしていると、うんうん、その絶対分かってるんだけど、うんうん、疲労のせいでちょっとこう憂鬱な気分になってるよみたいな風にしていると思ったんですけど、うんうん、最初読んだ時はあんまりこうとなんかこう引っかからなくて、うん、ずっと読めちゃったっていう感じですね、うんうん、まあ結構そんなことないだろうって後になって思った場所ですね、うん、ここはね、うんうん、いやそうそのやっぱり最初の部分とかもそうなんだけど、うん、そのだからなんとかではないのだって言いつつ借金取り大変じゃないけどそのお金があった時はみたいな話めっちゃするじゃん。どう考えてもその借金のせいだったりするんじゃない。やっぱりなんかもうごめん題材があれだからダウナーな話続いちゃうんだけど、めっちゃしんどい時って自分の感覚が分かんなくなる時というか若干あるじゃないそういうの。そうだね、そこのなんだろうね微妙なバランスというか、確かに言ってることはちぐはぐなんだけど読者も分かっちゃうなっていう、そう、それがね、うん、ある気がするんだよ、この小説。だってなんなら最初のさ、うん、得体の知れない不吉な塊ってさ、うん、多分分かってるよね。いや、そうだよ。正体多分分割してちょっとずつ分かってるんだよね。そうそうそう、まあ、借金やらちょっとね、病気がちなことやらと、うん、まあ、結構分かってるんじゃないかなって思うんだけど、うん、まあ、そこからね、あえてこう、うんうんうん、逃げてるみたいなところあるかなと、うん、ね。なるほどね、うんうん、借金やって体調悪かったらこうなるよね。いやそう、そうなんだよな。悲しくなっちゃった。そうでもそこら辺もリアルよね。そうだよね。うんうん、というかその梶井さん自体がまあ病気に苦しんでとか、うん、そういうところもあるからより説得力じゃないけど。うんうん、私がちょっとじゃ気になったところもあるし、うん、やっぱりねこれその奇妙だけど読めちゃうというか。一瞬冷静になるとどう考えても変なことをしてる物語じゃない。その、まあ、レモンを爆弾に見立てて帰ろうなんて、まあ、あんまり考えるわけはないじゃない、うんうんうん、でもなぜか共感してしまうっていうそこがなんでだろうなっていうふうにすごく気になってたんですけど、うんうんうん、その具体的にどこかっていうよりもそのテクニックじゃないけど、うん、ちょっとその今山本さんとかが話したみたいに、うん、一瞬素通りしちゃうっていうところが多分めっちゃあるのねこの小説、うん、そのなんだろうなその変なことを書いてるんだけど、うん、なんかそこをスッて読ませるみたいなのがめっちゃあるなと思って。そうですね。例えばなんだけど、うん、その最後のレモンタワーを積み上げるところとか、うんうん、そのめちゃめちゃ変なことをしてるから本来の小説って変な言い方だけど、うん、本来だったら丁寧に書かないと読者に伝わらないはずじゃない。こんなことやってたら。そうなんだよね。まあね、でも そこがね本当に数行で済ましちゃうじゃないけどスピード感になってババババババってそう、うん、そうなんとなくなんかやってることは分かるんだけど、うんうんうん、でなんかよく分かんないっちゃ分かんない、ね、分かんない。そうなんかこんなことやってんだろうなみたいな。いやそうそうそう感じするんだけど、うん、そこがそんなにね詳しく書いてない。いやそうだからね、だから読者がレモンをそのタワーを積み上げてレモンを置くなんてって思う暇もなくその描写を進めてるところとか、なんかこういうところってもしかしてそのこれを読めちゃうその文体というか論理につながってるのかなって思ったりしてます。そうね、じゃあ 僕、うん、僕がこうねもしかしたらこうここはねこう不安なんですよ。だからみんな分かってたらどうしようと思うんだけど、うんうん、これは、レモンの手に入れたちょっと後ですね、うんうんうん、実際あんな単純な霊覚や触覚や嗅覚や視覚がずっと昔からこればかり探していたのだと言いたくなったほど私にしっくりしたなんて私は不思議に覚える、うん、それがあの頃のことなんだから、うんうん、どの頃だろう、うん、これ
これね、何あの、まあ、そうだね、なんかこう、うん、なんとなくわかるんだけど、うん、それがあの頃のことなんだからって、あの頃ってなんだよって、ね、うんうんうん、思っちゃうよね。そう、うん、だし、うん、いいよ、うん、なんかあのつまりはこの重さなんだなもさ、それを今言おうとしたの。そうつまりはって何一人で納得してるよね。そう、完全に理解した、この重さです。そう、なんか全体を通してお分かりですよねみたいなテンションで全部進んでいくんだよね。そうだね、そう、それがあの頃のことなんだからって、うん、つまりはこの重さなんだなって、こう、そう、すごいね、こう、うん、勢い全振りで分かっちゃうところがあるというか、うんうんうん、なんかあー、うん、分かったってなっちゃうんだけど、よく考えたら分かってないんだよ。いや、そうなんだよ、そうなんだよね。いや、うん、今のでちょっと思い出したんだけど、あの、このこれにね、あの、セザンの話かっていう、はい、これちょっとこの、ね、後ろの方読むと、うん、あのレモンと別作品ですね。そう、別の作品ですね、うん、セザンの話っていう、まあ、話があって、うんうん、その中にこのレモンの元になった、うん、ちょっとあの、そうね、構成する前というか、うんうん、手を入れる前の作品があって、うん、それってこれ読むとちょっと読みづらくて、うん、結構ね、こう語りかけてくる感じがするのよ、うん、あの、うん、著者がね、うんうん、ただそれに比べてあのレモンの方は結構独り言で全部済ませていると、うん、だからこの他者を感じさせない、うんうん、その元になった話だと、こう僕とその人っていう感じなんだけど、うん、このレモンの方だとその人の視点だけで進んでいくから、うんうん、かなりこう、うん、なんかよくわかんないけど、うん、その人が納得したなら、うん、いっかみたいな気持ちにちょっと慣れたりするんだよね。そうね、うんうんうん、そういうことちょっとあるじゃん、なんかこうよくわかんないけど、うん、なんか自分の中では納得して次進んでいくみたいな、うん、そういうことだなみたいな、うん、思うことあると思うんだけど、そういうことを考えたんだなっていうのは結構しっくりくるなと思って、うん、ここの書き換えというかこうしたのは結構うまいなと、うんうん、読みやすくなってるし、うん、あの読ませてるなって思って、そうね、うん、1対1の対話っていうよりかは並走だよね、レモンって、うん、そうね、こう言って読者一緒に来いよじゃないけど、うん、そういう感じの小説だよね、うん、そうなんだよね、うん、これさ、そう説得させられたらさちょっと嫌じゃん、うん、これ思うよね君もって、うんうん、じゃなくてその人が納得したんだなっていうのをこう、うん、でも入ってくる、そっちの方がね、うん、なんかこうすんなり受け入れられるんだな、そう、うん、自然なんだよね、すごく、うん、感じがしますね、うん、うん、そうね、そうね、うん、それがあの頃のことなんだからあの頃、多分過去のあの頃にそれがあったんじゃない、うんうん、なんだろう、ここはちょっと会社考えたいね、うんうん、なんかある人います？そうね、そうね、うん、本当はお分かりですか、頭のこと全部吐き出してる感じ、いやそうだよね、うん、読者の共感は求めてないと思って、うんうんうん、そうだよね、うんうん、そう、共感を求めてないんだがないんだが結構共感できるっていう、うん、いやそう、うん、過去を多分この中で書いてるとしたら、あのビードル舐めてたとか、うんうん、まあちょっと昔のマルゼンがね、このなんかこうすごい好きだった頃とか、うん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 、こうビードルに関しては味覚の話をしているからさ、うんうんうん、あの上の4つの霊覚触覚嗅覚視覚にね書いてないんですよ、うん、味覚的なものは、うんうん、本当になんだ、ああそうか、なんだこれ、うんうん、ね、こういう納得の仕方することはあるけどね、うんうん、とは思っています、うん、ビードルの味だけ共感できたはやめてくださいまあ今からはやらないでください、そうですね、まあまあまあ、でも僕も舐めたこと、なんか口に含んだことあるけどね、ちょっとわかるよね、うん、なんか、うん、あのなんか何とも言えない、他でやっぱ味わえない、うん、
感じ、うんうん、あれが記憶に残るっていうのもちょっとわかるんだよな、うんうんうん、あ前半にその頃があってあの頃はしみじみかみしめてる感じがする。おお、その頃、いいですね、うん、どこに出てくるのかな、その頃、その頃、うんうん、その頃この小説は ある朝その頃私はこうの友達から、うん、ああそこか、うん、はい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 、本当だ、なるほどね、やっぱりだから昔のことというか、なぜだかその頃私はみすぼらしくて美しいものに強く引き付けられていた第2弾だと思いますね、そこもある、だから時間について語るときは過去の話というか、うん、うん、そこら辺が出てくる、なおさらだから ね、うん、それがあの頃のことなんだから、念押しなのか、うん、なんだろう、うんうんうん、もう一個分かってないのがこう、うん、レモンが冷たくて良いっていう段落があるじゃない、うんうん、いやその後にこう、その後にこう私の体や顔には温かい血のほとぼりが昇ってきてって書いてあって、うん、元気が目覚めたって書いてあるんだけど、うんうん、なんか直前の段落はあの冷たさと熱の対比構造で冷たさを良いとして熱いものを嫌としてるんだけど、温かくていいんか確かにね、うんうん、ちゃんと読むとね、うん、よく分かんなくなってくるんだよね、うん、いやだから、うん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 、ちょっとコメントにもあったけどその頭の中吐き出したみたいって結構まとえてるなと思ってて、たくさんその局所で見れば対比は成立したりとかするんだけど、うん、なんかちょっと目を離すとこちゃってなるというか、うん、ひっくり返ったりとか、それが平気で起きてるんだよねこれ、うんうんうん、まあそうね、うん、あとはちょっと、うん、まあわかるんだけど、うん、あんなにしつこかった憂鬱がそんなものの一家で紛らわされる、あるいは不審なことが逆説的な本当であったっていうね、うんうん、この文章ね、うん、どこだ、これはね9ページ9ページの、うん、で心というものやつは何という不思議なやつだろうという表現があって、うん、まあ要はあすごいこう憂鬱がレモン1個で紛らわされる、うん、これが本当なんだけど、うん、そんなことあるかってちょっと自分で思ってるっていうところだよね、うんうん、まあこれも自分の中でこう納得してるというか、うんうん、そのよく論理的にはよく分かんない、うん、だけど、うん、なんかでもそう思うんだよなっていうことをこう自分で納得してるし、うん、ね、うんうん、ここね、ちゃんと読むとだんだん分かんなくなってくるんだけれども、うん、やっぱりねこういうことを言ってると雰囲気がいいとか言っちゃいそうなんだけどね、うんうん、そうなんだよ、なんかこう戻ってくるよね、うんうん、読めば読むほどなんか良かったなってそうね、うんうんうん、ということで、そう、はい、深く読まなければテンポ回って描写してるだけとも取れるって、うん、まあ、ね、確かに、うん、長女のジェットコースターって、うん、なんかエモで片付けたりするあれってそう、なんかね、なんかね、うん、こうなると思ってなんか、なんかエモになってきちゃったな、うん、だからもうこれ今って今回のその3人の話って結構その局所的な話をしつつ、うん、それが展開できないか考えてたらうまくいかないというか、うん、なんて言うんだろう、今話したことを全部一冊じゃないけどその一編とは正直思えないぐらいのまとめ方というか、うん、ね、不思議な小説本当に、うん、まあね、そのぐらいここやっぱフラフラしていたものが最後に一気にこうポンってこうレモンの爆弾によって弾けて、ね、こうスッて終わるっていうのね、うん、この魅力なのかもね、うん、これがまた弾けてないとこも怖いんだけどね、そうなんだよね、そうだからさじゃあ、はい、うん、そろそろ今日は締めましょうか、うん、はい、はい、ということでいろんな感想があってよかったと思います、うんうん、じゃあここまでの話を振り返りながら、うん、皆さんはこの本を友達にどうやって紹介しますかということで、うんうん、まとめをしつつ人に勧めましょうのコーナーです、うん、サクッといきましょう、山本さんどうですか、はい、はい、
僕はですね、まあ結構こうやっぱ短いので、うん、いろんな人に勧めやすいなと思いましたね。うん、うん、で特にまあ僕だったら結構僕はねかなり共感したんですよ。やっぱりちょっと似てる主人公似てること考えることあるなみたいな思ったので、うん、同じように僕とちょっと似てるような、うん、考えの友達に勧めると結構やっぱ最後ラストシーンとかでかなりなんか気持ちよくなってもらえるんじゃないかなと思いましたね。うん、なるほどな。志賀さん、うん、私ねこれちょっとその賛否はある気がするんだけど、うん、なんかね文章を書きたいとか、あその、うん、書いてみたい書くのが好きっていう人にちょっと勧めたい一冊かも、うんうん、あのね今話したことを5000字でまとまってるのよ。とんでもない、ね、とんでもない議論よ。こんだけ話したのにこれがこのたったね5000字ぐらいの、ね、そうそうそう、うん、この構成力じゃないけど、うん、この感情の浮き沈みをこの短さで表してるとかそういうところってなんかその小説そのものとか文章そのものについて考えるときに実はめちゃくちゃすごいことやってるんじゃないかなって思える本なので、うん、その書くこととかねそういうところを考えるときに進めたいかなって思います。河、うん、村さんはどうですか。うん、梶本次郎がかなり短編の作家なので、うんまあ、人に進めやすいかなと思った上で、うん、こうだ誰にというか、ねこううん、26時に起きてるやつに進めるのがいいんじゃないかなと思っていて、うん、こうだからこうどうやって進めますかって言われたときになんか深夜に起きてる人にこれどう、うんうん、あなんかでもねこの深夜の感じちょっとわかるよね、うん、なんかあのやっぱツイッターみたいなねやっぱねやっぱりツイッターの話になるやっぱツイッターとか SNS みたいな感じするよね、うん、その自分の気持ちを淡々と書いてる、ね、まあそうね、うんうん、でも言わしてこれね5000字短いって言ったけどこれ140字は無理よこの複雑な感情を味わえるのはこの本だけよ、うん、本当にそれは言いたい、うん140字にまとめちゃうとそれは面白くないと思う。そうなのよ、うん、でもね分かる分かるそういうことなんだよその時間のテンションというかうもう気持ちのすごい、うん、すごい分かるわ、うん、はい、はい35ツイート必要です。3でやらないでくれ、うんうん、はい、うん、ということで、今日もね、うん、もう22時ですから、うんうんでも行きましょうですね。逆にでも全然分かんなかった、共感できなかったっていう人もいるから、うんうん、そういう人にもね、うん、分かる側の意見をね、ちょっと聞いてみるといいかもしれないですね。うん、そうね、手軽に文豪の凄さを感じられるっていうのちょっとあるかもね。うん、そのやっぱり他の作家とかってその、まあ、長いのはもちろんだけど、とっつきにくかったり、多分ね、レモン、梶井の中でも読みやすい部類じゃないかなと私は割と思ってるので、よかったら。ここにしたちはみんな読んでるんだよね。まあ読んでることになっているというか、まあぜひこれからも読んでください。あとね、こう共感する3人をが選ばれちゃったってことですね。分かんないときは分かんない、そうかもしれないなと読んでみて思いましたね。そうですね。まあ5年後また印象変わってるかもしれないし。確かにね。31超えてんな。はい、ということで皆さんならこの本を友達にどう紹介しますか。はい、自分なりにおすすめポイントまとめてハッシュタグ休憩読書会ハッシュタグレモンなどで投稿してみてください。はい、そしてこの読書会もいよいよお開きの時間です。この読書会自体のね、パーソンもハッシュタグ休憩読書会で教えてください、うん、そして、来月もありますよかったありがとう、はい、読書会ライブ今後も開催予定です。次回は7月下旬予定しております。はい、はい、ということで、次回の課題図書こちらです。どうさっき決まったんで持ってきてないんですけども、村上春樹風の歌を聴け。おついにうちも村上春樹に手を出す時が来ましたね。いやまあ本の選び方としてはまあ読んどいた方がいいだろうっていうのから選びやすいですね、うんうんうん、やっぱりね読んだというのは経験になりますから、うん、はい、ということで村上春樹先生の長編第一作なんですけれども、うん、まあ長い長編ではなくて文庫でだいたい200ページないくらいなので、うん、参加しやすいんじゃないかなと思います、うん、あとねどうですか風の歌を聴け。そうですね、その特に風の歌を聴けだとその長編第一作なんですけど、うん、めちゃくちゃその村上春樹っぽい
ぽさが詰まった作品なんですね。なんていうんだろう、そのよく村上春樹の文体とかってネットでネタにされたりとかするはするじゃないですか、うんうんうん、そのらしさみたいなところがじゃあどこにあるのかなっていうことをちゃんと読みたいときはやっぱり一作目から読むといいというか、村上春樹のいろんなとこが詰まってる一冊なので、うんうん、これはねぜひ一緒に読みたい一冊です。いいですね、うん、ということで、次は、7月下旬予定で村上春樹風の歌を聴けです。ぜひいらしてください。はい、はい、なるほどね、うん、いやそう、まあね、好き嫌いがあるのもね、うん、そうなんだよな、うん、ということで好き嫌いがありますけどもやってみましょう、うんうん、それでは今日の読書会ライブはここまでです。皆さんご参加ありがとうございました。はい、来月もまた遊びに来てください。来月の風の歌を聴けはちょっと読書タイム作れないかなと思いますね。それではチャンネル登録、高評価、学ぼうチャンネル公式ツイッターもフォローしてください。よし、じゃあ最後爆破落ちで。そんなノリでやる。それではさよなら。本化して本化して本化して。